どうも皆さんこんにちは、テイラクです。今日もミンゴルプロツアー5対戦やっていきたいと思います。とりあえずシルバーボックス開封。あ、カニか、チーサーか。じゃあやっていきますか。もうどんどん行こう。やっぱりちょっと相手が強いんですよね。それで結構負けが込んでるところがあります。はい、対戦相手の方ヨッシーさんでシノさんですね。ヨッシー、シノ、男性かな、男性プレイヤーですかね。あー、ここか、なるほど。さあ、自分が最初か。もう狙おうかな。狙っていこうかな。どうしたらいいかな。相手は40秒か。ああ、そうですね。15秒。マジか。ああ、もう打つしかないぞ。くそー。全然本意じゃなかったな。どうなる？ああ、ギリギリ。まあ。まあ、いっか。さあ、行きましょう。お互いか。まあ、これは恨みっこなしですね。1メーター以内入ったらナイスをします。ナイスショット。よし、初戦負けそうだな。あ、ちょっと待てよ、これは勝てるかな。バーディーチャンス。クルパか。クルパですよね。クルパ、クルパを決めるか、決めるしかないんだもんな。ライン出たから、あれ？いや、クルパ決めないと負けますよ。バーディーチャンス。いい感じ。譲ってくれたのか。初戦はまあこんな感じですね。まあ実力ですね。運が良かったかなと思います。はい。お、ダイヤボックス、ダイヤボックス来たので、まあセミプロの方は開けますか。はい、第2回戦やっていこうかな。2回戦いきましょう。やっぱり初戦勝つと気が楽になりますよね。はい、34とミンゴルキャディ。レッツゴー。女性かもしれない、この感じは女性かもしれないですね。パー4。さあ、比較的得意なコースです。おー、これかな。で、届くと。ここでいいか。
よし。オッケー。ナイスショット。いいですね。いいところにつきました。まあ相手の出方を伺いつつ。始めましょう。伺えねえ。どうしよう。まああれだな。つけちゃおうかな、もう。いいわね。あら。どうしようかな。どうしようかな。おお。まあ下がるのか。40か。ちょっと自信ないな。ここでいいか。OK。まあグリーンの外にさえ行ってくれれば OK。 よし完璧。まあこれでも出しますか。相手がグリーンの縁で勝負するならまあやっぱりナイスをしますか。なぜそこ？ナイスショット。なんだろう、不思議だよな。なぜあえてそこで。何かを狙っているのか。武士道。755で745。点が低いな。なんで点が低いのか分かんないな。なぜ自分の点が低いのかが理解できない。あとで動画見返して。まあ利用しろうと思います。ナイスショット。いいナイソン。大丈夫かな。うわっ、マジか。ナイス。何をやってるんだ。あら。第2戦か、これが。よし、勝った。
勝ったー、よかったなんかちょっとライジング決まんなくなったんだよな。いやそんなことはないんだけど、プレッシャーだな。あーそんなプレッシャーを感じる必要ないのにな。次行こう、第3試合。ただここまで、2勝していると。そうですね、うん、相手のプレーにも助けられてる。ケンさんですね。ミンゴルキャディ、レベルは自分より低いですね。ということはまあある意味勝てるかもしれないと。あー嫌いではないな。ここか、追い風か。追い風なら2打で入れるか。ただちょっと遠いなピンが。どうしようかな。よし、2打で入れよう。どう？入る？入るかな？入んなさそうだな。2打やめるか。今日全くやばいわ。20ヤード。ダメだね。まあここ負けかな。ここでもう決めるしかないのか。2勝1敗。悔しい。じゃあ音楽を変えましょう。いや、ちょっとプレイがひどいですね。誰にしよう。なんか届きそうで届かないのがダメなんだよな。やっぱりもうちょっと。レッツゴー。そうですね。飛距離稼げるように。
パワーを上げないといけない。パー5、さあ、うん、行きましょう。おお、セオリーで行くか。その前にライジングが入らなくなってるのがまずいんだよな。ナイスショット。うん、うわー、いいですね。さあ行きましょう。おお、ナイスショット。これは、ここか。90%。届くかな、グリーンの外。よし、いやー素晴らしいな。ただライジングが決まんないんだよな、辛いなそれ。うん、まあ、慣れていくしかないだけどね。おお、同じくチャンショか。そうですね、うん、ナイスをします。ナイスショット、それがギリギリとどまったな。これが4回戦か。ナイスショット。フィール。まあ自分がライジング決められるか決められないかの違いなんだよな、ライジング。ああ。うん、オッケー、よかった、決まった。あ、うん、とりあえずこれで見せ場は作れたかなと思います。最低限の見せ場、これで、3勝1敗ですね。やったー。はい、まあ3勝1敗だけどちょっと内容がしょぼいよな。では最終戦やっていきましょう。対戦相手の方、うん、最後音楽変えますか。佐藤坊さん、レッツゴー。
ファラオガーデン、あ、そこか。ほう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 、これはこれは2発目で沈めるか。行きましょう。まあもう勝ちは、勝ち越しは決まってるので、2打目で沈めるパターン行こうかなと思います。2打目で沈めるパターン、うん、オッケー。ああ、そうなるのか。ああ、これは参った。負けた。いや、に、入るかな、6メーター。ああ、こういう感じなんだ。さあ、始めるか。そっか。おお、これ、やっぱりね、最初に打つのって不利なんですよね。ナイスショット。どういう感じになるんだろう。どうだ、同じか、 5.5 メーター。うーん、自分が最初か。イーグルチャンスだ。まあとりあえず決めたいですね。おー、わー、マジかよ。そうなってると、ラインが見えないな。多分これだとあれだな、こうかな。これはやりすぎかな。どうだろう。まあ外した。イーグルチャンス、いける。おお、900-900ですね。よし。わー、入った。ナイス、そうそう。よし。3勝2敗か。悔しい。なかなか不甲斐ない成績だったな。内容がしょぼかったな。もう一戦だけやります。対戦相手銀さん、ミンゴルキャディ、カンストですね。レッツゴー。男性かな。バースリー。でも銀さんですよね。行きましょう。銀さんなら違うか。女性かもしれないな。141ヤードか。直接狙うか。ナイスショット。いける。おお、1.9 メーター。さあ、行きまし
よし。オッケー。ふわー、多分これで勝ったかな。1600、1200、よし勝ちだ。最後は勝ててよかったです。おー、やった、バーディー。うん、これで、結果4勝2敗ということで、はい、やったー。まあちょっと、はい、ちょっと内容がしょぼかったんで1試合追加しました。はい、3000円を超えました。今どうなってんだろう、リーグランキング。現在の期間内累積は245036、リーグ残留には期間内累積241696が必要なので、まあとりあえずは、うん、残留できる感じみたいです。でランキング報酬、第1回 PR 確定ギアチケットプラチナリアですがもらえると。うん、いいですね。ただそう、3001位からはもうほとんど脱落ってことになるのか。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございましたと言いたいところなんですけど、ちょっと内容がしょぼかったんで、メガネかけさせようかな。メガネ。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。難しいな。つまりこうだ。あー違う。そうか、動画で撮るか。そうしよう。